皆さんこんにちは。今日は阿見町にやってまいりました。今日3月15日からゆいちごのスイーツフェアが開催されています。町内8店舗が参加しているこのイベント、一体どんなイベントなんでしょうか。あちらには可愛らしいコスプレの衣装のお嬢さんたちがいらっしゃいます。行ってみましょう。こんにちは。ゆいちごあみです。いちごです。ここです。皆さんはどういった方なんですか。はい、茨城大学農学部の学生です。学生さんなんですね。とっても可愛いお衣装ですけど、このお衣装は皆さんが作られたんですか。そうですね、みんなで考えて作りました。ということはもしかしてこのいちごを作った方々ですか。はい。今回はゆいちごのスイーツフェアということですけれども、このゆいちごどういったいちごなんですか。はい、うちの茨城大学で栽培しているいちごなんですけど、栽培中にお湯をかけることで植物の病気の抵抗性を上げて、農薬の量を3分の1に減らして育てているいちごです。なるほど、安全性が高い上に害虫に強いいちごが出来上がったわけですね。このいちごはどんなお味なんですか。はい、さっぱりした酸っぱめのお味で、ケーキとか甘いものに合うようないちごになってます。なるほど、それで今回たくさんの、ね、スイーツが出来上がったわけですね。まず最初のお店はテレビアンさんに伺いました。お店の中はとっても甘い美味しそうな香りで漂っています。パティシエの丹波さんにお話を伺います。こんにちは、よろしくお願いします。こちらではどんなスイーツを作られたんですか。はい、クロマージュ商品ですね。これはチーズケーキそのものなんですけども、はい、間にが食べやすいようにこうなんていうかな、スフレの間に、ジャムを、それもまあユイチゴを使ったジャムということでね。早速いただいてみます。おいしい。スフレタイプのスポンジにほんのり甘酸っぱいいちごのジャムがよく合います。もう一口いっちゃいます。おいしい、幸せ。というわけでパティスリーシエルベールさんにやってまいりました。さあこちらではどんなスイーツが待ってるんでしょうか。楽しみです。早速入ってみましょう。はい、こちらにもポスターが貼っております。こんにちは。こんにちは。こんにちは。こちらでもスイーツフェアに参加されているということですが、このお店では何を作ってらっしゃるんですか。うちでは焼きドーナツ、いちご味、ゆいちごを使った焼きドーナツと、あとこちらのコンフィチュールっていうジャムを作りました。いちごはどこにも見当たらないんですけれども、どこで使われているんですか。はい、これは茨大さんから生のフレッシュのいちごをいただいて、それをきれいに洗って、でピューレ状にミキサーで細かくすりつぶしたものを殺菌加工して、それをドーナツの生地の中に練り込んで仕上げています。早速いただいてみます。うわ、おいしそうですね。この中にたっぷりといちごの甘みが入っているようです。いただきます。うん、いちごのいい香りがしてきて、お口の中にいっぱいいちごが広がっています。こちらパン屋さんということですが、スイーツを作っていらっしゃると聞いて伺ったんですが。いや、うちはいちごをですね、パンの方に使ってやっております。かわいいですね、いちご丸ごとそのままいちごの形ですけれども、これはどういったものなんですか。こちらはいちごを、生のいちごをですね、生地の方に練り込んで、直接練り込んで、あと丸ごといちご1個、こちらの
白い方に入れております。さあ、こちらはホイップいちごあんパンです。中はどうなってるんでしょうか。あ、生クリームが。あ、そしてその中からあんこ、そして一番中はいちごが丸ごと一つ入っています。うん、あんこがですね、あんまりしつこくなくて、この中のいちごがまたシロップでしょうかね、すごく美味しいです。とっても美味しかったです。ありがとうございます。阿見町商工観光課山崎さんにお話を伺います。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回のビーチゴのスイーツフェア、どういった趣旨で開催されたんですか。阿見町にはですね、あの茨城大学の農学部がありましてですね、それでもともと茨城大学と阿見町では連携協定を結んでおりまして、それで今回ですね、町とその大学とそれから商工会がですね、連携をしてですね、こういった取り組みをしました。で、商工会の方でですね、お菓子店とかそれからレストラン、パン屋さん、こちら8店舗を取りまとめていただきまして、それでこのゆいちごを使ったですね、茨大ブランドのゆいちごをですね、使ってスイーツフェアを開催してですね、商業の活性化につなげていこうと、そういうような趣旨で取り組んでおります。というわけで、5月の末まで開催されているゆいちごのスイーツフェアなんですけれども、今ならなんと素敵なプレゼントがもらえそうです。今なら私たちのクリアファイルがもらえちゃいます。数量限定なのでお早めに。皆さんもぜひ阿見町に来て美味しいスイーツ食べてくださいね。